パーシーに乗った。さあ出発だ。初動棟にはいろいろな荷物が届くが、これには驚いた。小さなパーシーがびっくりするのも無理ないかもしれんな。トーマスとパーシーは仲の良い友達だ。でもトーマスが怖がりなので、パーシーは時々そのことを言ってからかった。ある晩、トーマスが気持ちよく眠っていると、パーシーが話しかけた。起きろよ。僕がお化けになった時の夢でも見てるのかい？あの時は怖がったふりをしただけさ。君だってことぐらい知っていたさ。へえ。でも今夜はずっと明るくしておいてもらえるといいね。どうしてさ、僕は暗闇だって大丈夫さ。あ、そう。そいつは驚いた。僕はまた怖がってるのかと思ったよ。トーマスは相手にせず、また眠った。翌朝、トップハムハット教が会いに来た。今夜港に行ってくれんか。ちょっと変わったものを運んできてほしいんだ。変わったものって何ですか？まあ行ってみればわかる。パーシーは引き込み船に貨車を移動していた。そこへヘンリーがやってきた。信号士がポイントを切り替え、ヘンリーが通り過ぎるまでパーシーは引き込み船で待っていた。その時トラブルが起こった。スイッチがいかれてポイントが元に戻らないんだ。パーシーを動かせないよ。これから修理するからだいぶかかるぞ。となるとパーシー、君は今夜ここに泊まるんだな。君はどうするの？僕は家に帰るさ。パーシーは返す言葉がなかった。他の機関車たちがパーシーのそばを通り過ぎて帰っていく。夜も更け、パーシーはとても心細くなってきた。参ったな、すっかり暗くなっちゃったよ。鳥の声にすらパーシーは怯えた。トーマスもここにいてくれたらよかったのにな。いろいろな音が聞こえてパーシーが怖がって仕方ない。何の音か分かったら止めてやってくれ。わあ、何の音かな。うるさいドラム缶だったな。何の音かな。木が揺れとったのか。あれなんだ。何の音かな。そう、フクロウだな。トーマスはというと、港で謎の荷物を待っていた。突然その姿が現れた。うわ、心配するなよ。この竜は紙でできているんだ。明日のカーニバルに使うんだよ。そうだったのか。貨車に竜を積み、それを守るため明かりを照らした。そしてトーマスは夜の霧の中を走っていった。パーシーは
引き込み線の上でぐっすり眠っていて、近づいてくるトーマスにも気がつかなかった。助けて。そうだ、目をつむってよ。絶対に目を開けないぞ。翌朝ポイントが治り、パーシーが接続駅にやってきた。ちょうどゴードンが出発するところだった。ねえねえ、ゆうべ僕が何を見たと思う？俺は忙しいんだ。何を見たかなんてくだらん質問に付き合ってる暇はない。大きな竜を見たんだ。明るく光ってたんだよ。はっ、バカバカしい。日射病にでもやられて頭がおかしくなっちまったんじゃないか。そのことを聞いてみんな大笑いした。気をつけろよパーシー、竜に飲み込まれてしまうぞ。ジェームスが笑いながら通り過ぎていった。誰も信じてくれない。あれは夢だったのかな。でもすぐにそれが夢じゃないということが分かった。ほら出た。助けて。大丈夫だよ。トーマスが竜のことを説明した。ところで外で寝た感想は？パーシーは正直に答えた。ねえパーシー、僕たちって時には臆病者かもしれないけど勇気だってあるよね。このお話に出てきた仲間たちを紹介しよう。会いたい仲間を選んでくれ。大活躍した雨の日のお話だ。どんな事件が起こったのか一緒に見てみよう。毎年夏になるとソドー島はとても忙しい。夏休みの天気のいい日には大勢の人々が観光にやってくる。山が好きな人もいれば谷間に行きたいという人もいる。子供たちは海辺が大好きだ。ある朝トーマスは海岸沿いの線路を走っていた。彼の客車アニーとクララベルは海に行く子供たちでいっぱいだった。みんな楽しそうだ。パーシーは港に貨車を引いていくところだった。いやートーマス、楽しそうだね。僕も貨車じゃなくて子供たちを乗せたいよ。日曜学校の子供たちを乗せているんだ。でも今夜は僕忙しくてね。帰りは君が子供たちを乗せてくれない？いいとも、任せてよ。その後パーシーはハロルドに会った。悪いけど今厳重警戒中でおしゃべりできないんだ。どうして？天気が崩れそうで僕の助けがいることになりそうなんだ。君も気をつけろよ。どんな天気でもレールさえありゃ僕はどこにだって行けるよ。じゃあね。
パーシーは途中でエドワードに会った。パーシー、嵐が来るから気をつけて。エドワードは注意した。約束は約束さ、どんなに天気が悪くなっても関係ないよ。子供たちは初めのうち天気に恵まれたが、お茶の時間になると黒い雲が現れ始めた。アニーとクララベルはパーシーが来ると喜んだ。雨がパーシーのボイラーに流れ込んだ。うわ、冷たい。早く機関庫に帰って休もう。パーシーは精一杯走り、海辺の村を抜けて田園地帯にやってきた。川は水かさがどんどん増してきた。よく見えないな。パーシーは必死で雨の中を進んだ。だがもっと大変なことが待ち受けていた。機関士たちは乾いた板を探しに車掌車へ行った。床板を少し分けてくれないか。助手が車掌に頼んだ。床板を。大変だ。このままだとパーシーの窯の火が消えてしまう。子供たちも帰れなくなってしまうぞ。さあ、君も手伝って薪を窯に入れて火を起こしてくれ。もう大丈夫。これでこの洪水から抜け出せるぞ。あったかい。その時、ハロルドがやってきた。ああ、ハロルドに笑われるんだろうな。ハロルドから何かがパーシーの上に落とされた。物を投げることはないだろ。パラシュートだよ。俺たちのために熱い飲み物を落としてくれたんだよ。ありがとう、ハロルド。いやいや、お役に立てて嬉しいよ。そう言うと、ハロルドは飛び去っていった。パーシーの車輪が水の中で回り始めた。パーシーはまた蒸気が切れてきたが、勇敢に走り続けた。約束したんだから。力を振り絞ってついに終点に着いた。疲れ切ってはいたが、誇らしい気分でいっぱいだ。よくやったな、パーシー。君は約束を果たしたんだよ。いろいろ大変だったけどね。トップハムハット卿がハロルドに乗ってやってきた。機関士たちをねぎらい、パーシーに言った。ハロルドが言ってたぞ。パーシーすごい。潜水艦みたいに走るなんて自分にはできないとな。お前にはヒヤヒヤさせられもするが、役に立つ機関車だってことは確かだな。ありがとうございます。このお話に出てきた仲間たちを紹介しよう。会いたい仲間を選んでくれ。ゲームも用意してあるぞ。お話を途中から見直したいときや進めたいときは、本当にもう冒険をやめていいのかい？いつでも戻っておいで。わしやトーマスと仲間たちはいつでも君が来るのを待っているぞ。